皆さんこんにちは。今日もこの動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日の動画はですね、ニトリにお買い物に行ってきました。その購入品をご紹介していきたいと思います。久しぶりにですねニトリに行ってきて、素敵な商品がたくさんありましたので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。まずはこちらの、マスクですね。不織布タイプのマスクなんですけど、50枚入って800円ぐらいでした。で、このサイズは女性と子供用のサイズということで、少し小さめのサイズになってます。2タイプのものもあったんですけど、ちょっと見た感じ大きすぎるかなということで、今回こちらを購入してきました。最近はマスクもやっと手に入るようになってきましたよね。一時期なくて本当に大変でしたけど、はい、こんな感じで個包装に全てなっております。マスクに関してはですね、個包装の方が衛生的にもいいし、このままカバンの中とかポーチの中にストックで持っておけるっていうのがいいなと思って、マスクはこういう個包装のものを購入するようにしています。つけた感じはですね、普通のタイプよりか若干ゴムがきつめですね。まあお顔が小さい方とか子供さんにはちょうどいいサイズかなと思います。まあ、これ、50枚入っているのでですね、1ヶ月以上は使えるかなと思います。はい、続いてはこちら、折りたたみ傘です。ギンガムチェックの折りたたみ傘なんですけど、55センチタイプのものになります。私普段は車で移動するので、もう車の中にいつも自分用の傘を入れているんですけれども、今日雨が降るんだったって忘れていた時に、車にその傘を忘れて行ってしまうことがあるんですよね。で、そういった時にこういう折りたたみ傘があれば、とても便利かなと思って購入してみました。持ち手はこんな感じで丸くなっててですね、刺した感じはこんな感じになっております。ギンガムチェックがですね、とっても可愛らしいですよね。強風にはちょっと耐えられないかなと思いますけれども、まあ折りたたみも結構、まあ、普通に簡単なので、はい、こんな感じでコンパクトにできます。そんなに重いものでもないので、カバンの中に入れてても問題ないかなと思います。今少しだけお安くなってましたので、はい、ぜひチェックされてみてください。はい、で次はこちらです。前のニトリの購入品の時にご紹介したと思うんですけど、その時に購入したアロマストーンのフレグランスオイルがですね、もうなくなってしまったので、今回追加で購入してきました。私はこのバンブーレモングラスっていうのがすごくこの匂いが好きでですね、また欲しいなと思ってたらですね、これだけ販売してたんですよね。今アロマストーンはですね、トイレの中に置いてるんですけど、このタイプなんというかほのかに匂ってくれるので、ディフューザー系の匂いがちょっときついっていう方にもすごくおすすめだなと思います。こういう感じのスポイド式になってて、これでオイルをこう垂らしていくっていう風になってるんですけど、オイルの量もですね、自分好みに調節ができるので、ちょっとディフューザーは苦手だけど、まあ、ちょっと香りを楽しみたいなっていう方にはすごくおすすめかなと思います。続いてはこちら、スリッパですねスリッパを購入してきました。スリッパに関しては、私は帰宅してからのものとお風呂から上がってからのものと使い分けてるんですよね。帰ってきたそのまんまで履いてしまうスリッパってちょっと汚いんじゃないかなって私自身思ってるんですけど、はい、でそれでお風呂から上がった後のスリッパがもうちょっとクタクタになってきてしまったので、今回はこちらを購入してきました。はい、こんな感じの素材で、グレーのサラサラした生地になってます。で、中の方はスウェード生地で、ちょっとふかふかしたタイプのスリッパです。このグレーとブラウンのコントラストがすごく素敵だなと思って購入してみました。で、とても軽い、すごく軽いです。で、裏面がですね、柔らかい素材になっているので、ちょっと固めの素材だと歩く時にパタパタ音がしちゃって、うちは集合住宅なので、ちょっとその騒音も気になっているのと、そのパタパタする音で息子が夜
起きてしまったりとか、お昼寝から目覚めてしまったりとか、そういうことがありましたので、最近スリッパはこういう裏面の柔らかいものを購入するようにしています。はい、続いてはこちら枕カバーですね。はい、うちはですね、3人川の字に並んで寝るんですけど、息子が真ん中で寝るんですが、私の枕をですね、占領してくるんですよなんかわからないんですけど、で、私がもうその枕を取られてしまって端っこの方でこう寝てるんですけれども、息子用にちゃんとした枕を購入してあげたんですね。で、枕カバーを買い忘れてましたので、今回はこちらを買ってきました。デイバリューっていうブランドの、まあ、ニトリの枕カバーなんですけど、コットン 100% で、すごく生地も柔らかくて気持ちが良さそうだったので、はい、今回こちらを購入してみました。はい、続いてはこちらです。はい、これは、その店舗の、プライスダウンのコーナーで販売されてたんですけれども、トレー型の蓋っていう風に書いてあったんですよ。多分なんかの容器のになる部分だと思うんですけど、これだけ販売されていました。なんかこの感じがすごく可愛くてですね、こういうトレー私すごい大好きです。はい。で、裏の方はですね、なんかこういうクッション材がついてて、床に置いてもこう静かに置くことができます。ちょっと用途はですね、いろいろあると思うんですけど、我が家ではポストに入ってきた書類とかそういうものを一時的に置くように使おうかなと思ってます。書類の確認とかってしたとかしないとか、なんかもうごちゃごちゃしてるとわけがわからなくなってきますよね。で、子供に関するそういう郵送物とかも増えてきたし、光熱費とかあとは保険だったり、まあいろいろ郵送物が多いんですけれども、まだ確認してないよっていう書類に関してはここに入れておこうかなと思います。そうすることできちんと見て確認できるからですね。はい、これはもうカウンターの上に置いとこうかなと思います。さあ、続きましてはこちらです。これはですね、フロアマットなんですけど、玄関に置く用のフロアマットを購入してきました。はい、我が家の玄関には玄関マットは置いてないんですけれども、前回か前々回かの動画でですね、風水に関してコメントをしていただいた方がいらっしゃいまして、まあ、それで私何も知らなかったので、ちょっと調べてみたんですよ。で、そしたら、玄関は家族写真は置かない方がいいっていうのはまず書いてありました。はい、で、その方のコメントの中にもそういう風に書かれていて、家族写真に関してはちょっと別で飾ろうかなと思って、はい、速攻撤去いたしました。で、そして玄関にはこういうマットを敷いた方がいいという風に書かれてありまして、外から持ってきた悪い運気をこのマットを敷いておくことで一回吸収してくれるというお話なんですけれども、まあそれを信じるか信じないかは本人次第なんですが、まあちょっとそういうことも信じてやってみたらいいかなと思いまして、ニトリ行ったらこういう可愛い玄関マットが置いてあったので購入してきました。手洗い OK で床暖房とかにも対応してるらしくて、洗濯できるのがいいですよね。で、裏面はこんな感じの滑り止めはついてないタイプなので、はい、うちにある滑り止めマットを敷いて使おうかなと思います。カラーもですね、グレーのカラーで、模様もなんか素敵ですよね。まあちょっとだけでも、まあ、そういう運気が上がれば、まあ、そういう風水みたいなものも信じていいのかなと思って、今回はこちらを購入してみました。はい、続いてはキッチン用品なんですが、まずはこちらです。はい、シリコンタイプのですね、スクレーパーですねを購入してきました。お菓子を作る時とかのこうゴムベラ代わりにボウルの中の生地とかをきちんと最後まですくえるっていう機能もあるし、あとは食材をですね、まな板の上で切った時に器
ちが主人が包丁を研いでくれてるんですけど、あの包丁でこうさっとすくって入れるっていうのを私してたんですよ。でそれを見た主人からですね、そういうことをすると歯が割れちゃうからあまりしないでくれっていうふうに言われました。両手ですくって入れるっていうのをしてたんですけど、ちょっとそれだとですね、小さい粒とか残ったりしちゃうんですよ。でこういうスクレーパー欲しいなと思って探してたんですけど、なかなか好みのものがなくって、はい、あのニトリに行ったらこんな小さくて、しかも他の用途にも使えるっていうものがありましたので購入してみました。端の方はですね、結構柔らかい素材で、あのすごくすくいやすい感じがします。でこっちの平らな部分も割としっかり、こっちの方は割としっかりしてるので、このまま食材をさっとすくえることもよくできるんじゃないかなと思います。耐熱温度が220度までなので、食洗機も OK ということで、はい、これも使ってみようかなと思います。はい、続きましてはこちらのトングを購入してきました。うちにはですね、もう一個トングがあるんですけど、ちょっと長さがそれは短いもので、短いトングを使うと油はねが熱くてですね、はい、もうちょっと長いものが欲しいなと思いまして、はい、こちら購入してみました。この部分をこう上下させることで開いたり閉じたりすることができます。とても使いやすそう、いい感じです。でこの先がシリコンタイプっていうのはいいですよね。あのお鍋を傷つけなくて済むので、はい、これもまた料理に使っていこうかなと思います。はい、続きましてはこちらアカシアの丸ボールですねを購入してきました。いろんな模様がありましたけれども、今回私が購入したのはこういう模様が入った、ボールになります。サラダ用の木製のボールが欲しくてですね、ちょうどいいサイズのものがありましたので購入してみました。あのサラダ以外にもですね、あのフルーツとかを入れておく用にも使えるのかなと思います。電子レンジとかですね、食洗機はこういうものは使えないんですけど、まあ少しでもなんか雰囲気出ますよね。食事の時にこれこうやって出されるとですね。食器ってまあいろいろ私も購入してしまいますけれども、器の色とか形とか素材とかで食べ物が美味しく感じますよね。目で見て楽しんで味で楽しんでっていうものを、まあ、子供にも教えていきたいなと思いますので、まあ、そういう楽しみ方もですね、少しずつ教えていってあげようかなと思っております。はい、次が最後になります。最後はこちらです。また購入してしまいました。これはまな板ですね。木を輪切りにしたカッティングボードって書いてあります。丸いまな板って私持ってなくて、使えるってどうなのかなと思ってずっと買わずにいたんですけど、この上の方にですね、こういう刻印がされております。でなんか本当に木を丸太を1本輪切りにしたという、本当にそのもののまな板です。はい、年輪がですね、すごい美しいですよね。若干重さはありますけれども、調理する分にはとてもいいんじゃないかなと思います。でこのサイズの他に中ぐらいのものと、もっとちっちゃいものが販売されていました。で小さいまな板に関してはあんまり使うことがないので、はい、これぐらいの大きさがちょうどいいかなと思って、こちらが一番大きい L サイズのものになってました。なんかまな板だけの用途じゃなくて、まあ、ちょっとした前菜だったりとか、なんかこうデザートを乗せたりとか、なんかそういうものに使ってもすごくおしゃれかなと思います。まあ、気になった方はですね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はニトリの購入品をご紹介いたしました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。